こんにちは、中地です。今回は淡路島にやってきてます。で今回狙うのは、メバルですね。メバルをこの、ジャッカルのキビキビナーゴ、これを使って、狙いたいと思います。ではこのキビキビナーゴなんですけど、まあ、特徴としてまあ、このままね、あのストレートで巻いてもらっても使える、ワームなんですけど、まあ、センターアイで低重心気味のジグヘッドを使うことによって、連続したダートアクションをこう演出することができて誘えるという代物です。はい。で、他に、まあ、デイゲームなんかの、まあ、渋い状況ですよね。そんな時でも、まあ、ダートアクションすることによってバイトに持ち込むことが可能で、逆にマズメジですよね。すごい、フィーリングモードに、入ってる時とかは連続ダートでこう誘うことによってもさらに魚にスイッチを入れて、より数釣りをすることが可能になるんですよね。じゃあちょっと早速やってみます。でまずは、まあ、とりあえず沖に投げるんですけど、これ今足元テトラで、で、まあ、その先に、まあ、ステイシとかあと海藻とかが手前にたくさんあるので、まあ、手前は結構根掛かりしちゃうんですよね。で狙うポイントとしては、沖の、沈み根、その周辺をちょっと狙いたいなと思ってるんで、ロングキャストして、で一回沈めて、その沈み根からダートで誘い出してホールで食わすっていう感じです。なので、まあ、ちょっととりあえず投げてピュッと沖に投げる、でそのままカーブホールでその根まで沈めるんですけど、まあ、この時にもバイトしてくるんで、カーブホールでラインテンション保ちながらバイトがあったらすぐ合わせれるようにするような感じですね。結構今潮が早いんで、これでまあ今ちょっと15カウントぐらいカウントして、でこんな感じでトーン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 とダートさせる、でまたホールで、またある程度また沈み根のとこまで沈めたらまたダートさせながら誘ってまたホールで食わす、これをずっと繰り返す感じですね。おっしゃ、きた、おー、いいサイズ、ホール中に来ましたわ。まあまあでかいの、これかなりでかいな、これでかいっすね。抜けるかな、よいしょ、でかっ、すごないこれ、めっちゃでかいっすよめっちゃ引きましたもんね、近寄りすぎましたね、これね、今こんな感じでしっかりかかってる、見てください、キビキビナーゴ、気持ちいいっすね、これ、トン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 、これがキビキビナーゴのダートアクションですね。おっしゃ、きた、サイズだ、よいしょ、あーよー、来ました、もうホール中に、こっちちょっとよく太ってますね、来ました、気持ちいいっすね、来た、うん、ちょっと沖できたよ、ホール中に、おーしゃ、重たいぞ、よー、これもAサイズ来ました、サイズアップ、はい、楽しいっすね、ギビギビナーゴ、もう同じこと言いますわ、ダートダートダートホールゴーンでしたいや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 、ギビギビナーゴ面白い、この釣り